はい。こんばんは。当社しでございますではね、本日は四季法のね、8000番台なんですけれども、まあちょっと合いがね、今後どうなるかわからないんですけれどもね、はい。まあそういった時にね、落ちたところはちょっと四季法のね、銘柄を復習しながら行くというところでね、まあ発売からかなり遅れての、あれなんですけど、あの、更新なんですけれども、行ってみたいと思います。まず一つ目がトヨタ通商ですね。 ま、言わずもがなね、トヨタ系の総合商社というところで、ここですよね。まあ、アフリカ中のがね、あのー、ま、強みがあるというところで、まあ、今すぐではないんですけど、今後ね、やっぱり長期視点で持つんだったら結構面白いかなと思いますし、短期的なところでトヨタ通商ね、あのー、国内の再エネの発電量がね、あの、ま、日本一というところなのでね、そういったところの目線感もね、面白いかなとは思ってるんですけど、 まあ、チャートはね、あの、まあ、ちょっと渋い展開が、まあ、続いていくというところでございますが、まあ、利回りもね、3.5%以上ありますし、まあ、あのー、今、ちょっと自動車のところがね、あの、なかなか盛り上がってこないので、ちょっとトヨタ通商のところもね、ム,ムムムって感じではあるんですけれども、まあ、ただね、あの、資源とか、そういったところが来るのであればね、はい、今後、一つ、 面白いかなとは思っております。で、まあ、コメントとしてはそうですね。えっ、ー、と、トヨタク社生産工場でアフリカ自動車部品、モビリティが高水準と。まあ、やっぱ脱炭素っすよね。水素というところで非常にいいかなと思います。で、続きましてね、8771の E ギャランティス。E ギャラはね、結構ちょっと紹介したりしてて、 ま、紹介してた2000円ぐらいだったんですけど、まあ、だら下がりというところではあったんですけどね。で、結構ここポコーンって盛り上がってますよね。うん。で、月足がこれなんですよ。結構月足非常にいいかな、あ週足足がしか、いいかなと思います。月足で見るとね、まだここなんでね。うん、まだまだこっから上狙っていける展開と、まあ、いいギャランティーあれなんですよ。あのー、企業のね、売りかけ再建保証 倒産増加基調でニーズを押せと。多分これからね、あのー、倒産数がどんどん増えてくるんじゃないかなというところで、ここはね、非常にね、面白いかなとは思いますね。うん。やっぱ、うん、順調にね、伸びてきてるんですよね。なちょっとね、ここら辺見ておくといいかなと思います確かね、社外取締役、ね、あの、ま口さんを、確か、 あのー、迎え入れてるはずなのでね、そういったところもね、あのー、一つ面白くなるかなとはね、勝手に思っております。はい。で、続きましてね、日本エスコンですね。はい。で、こちらがね、あのー、私が YouTube 始めた時からずっと紹介してるところなんですけれども、まあ、その時は800円ぐらいだったので、まあ、大してね、上がってはないけど、下がってもないというところで、まあ、若干のね、 2割ぐらいは増えてる感じかなとは思うんですけれども。まあ、ここなんせね、あの、配取り回り5%近くありますし、あの、類心配当制導入してるので、まあ、えっ、ー、と、配当金が下がるってことはないかなというところと、まあ、あとね、ここ中部電力が50%以上ね、持ってるんですよね、株式。まあ、なのでね、バックグラウンドもかなりあるし、ほんと幅広くやってるんですよ。あの、植物工場もやったりとか、 やってますし。で、あと北海道エスコンフィールド。なんで北海道のね、売れ行きも好調というところで、今後、ラピダスが来るんだったらね、ちょっと面白くなるんじゃないかなと思いますし、まあ、沖縄もやってますしね。もうほんと幅広くやってるんですよ。で、あとハワイとか、タイもやったりね、してるので、非常にね、面白いかなと思いますし、この、今、下がって、もうちょっとね、下がってくればね、ハイトービー周りが、 多分下支えするかなと思うのでね。はい。そのあたりもね、要チェックしてみていくといいんじゃないかなと思います。で、ここからね、ちょっと、あのー、えっと、不動産系続いていくんですけれども、次がまあ、889のミラースまあ、宝霊ベンスね。まあ、ここもね、あの、配当金下支えというところと、まあ、連続増配引き渡しと、 で、もうここもサイエネやったりね、してますし、まあ海外案件、カンボジアで夏工事を増設というところでね、まあこれがね、期待できるのかどうかもあるんですけど、まあフィリピンでね、大規模小立分譲というところで、やっぱこのあたりね、うん、今後非常に面白くなってくるかなと思いますし、でまあミラスホールディングスは、えー、っと,と、リートもやったりしてるんでね、まあエスコもそうですけど、はい、まあそのあたり面白いし、かと思いますし、 まあ、配取り回りが多分ね、結局下がったとしても、そこが下支えしてくれると思うんで、まあ、下がったら買いかなと思いますし、インフレになってくるとね、あのー、不動産っていうところ上がってきやすいんじゃないかなと思って。まあ、金利のやつはあるかと思いますけど、まあ、そもそもね、不動産価値向上というところでね、はい、不動産は面白くなってくるんじゃないかなと思います。で、 で、8905イオンモール。まあ、ここも言うたら不動産系になってくるかなと思うんですけどね。まあ、イオンのショッピングセンターや、まあ、ここやっぱ海外ですよね。うん。中国、ベトナム、アジア圏のところというところで、まあ、テナント入れてなんぼって言う世界だと思うんですけれども。まあ、ね、チャート非常に綺麗、いいっすよね、ここ。決算ね、ちょっとあんまりだったんですけど、やっぱり、あの、下がらずというところで。うん。この週足も綺麗に上がってきてると。 ここがちょっとてっぺんかどうかっていうところもあるんですけれども。うん。突き足も綺麗です。ちょっとここもみもみしてるので、いったんこんな感じ上がるかもしれないんですけど、2400までは、うん、目指せるんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、PR が高いっていうのはあるかもしれませんが、うん。まあ、業績はね、今後まだ海外のところ伸びてくるんじゃないかというところでね、面白いかなと思います。 で、次は891エリアリンクですね。まあ、ここもね、あのー、結構何回も紹介してるとこなんですけれどもトラあの、トランクルームですよね。ハローキティの。ここやっぱね、強いんですよね。なんだかん、ね、だ、ストック型ビジネスで、あの、本当にね、あの、トップラインと利益,利益のところとかがね、非常にね、安定して伸びてきてるんですよ。 本当に手堅い会社かなっていうところはあります。で、配取りは2.43なんですけど、まあ、増配とかね、してくるところもあるので、まあそのあたりはね、あの、この利回りでも全然いいんじゃないかなとは思います。あの、業績伸びてくると思いますし。で、ここはあとヨーロッパとか海外もね、あの、注力していくっていうところ、そのあたりもね、寄与してくると面白くなってくるかなと思います。チャートがね、また結構好きな感じになってるんですよ。 だここを抜けてくると、うん、さらに上、ここの上着部分っていうところはね、目指していけるんじゃないかと思いますし、やっぱりね、こっからもグぐいぐい伸びて地味な銘柄ですけどね、多分。400円がなってもう、2000円だと5倍ぐらいですからね、今、今、4バーガーぐらいなんでね、はい、エリアリンクも非常に面白いかと思っております。で、あとは、 よく紹介するミマルですね。8 8 4コスモスイニシアと。まあ、ここも、利回りがどんどん高くなってきてるのと、PR、PBR も、うん、割りやすい順になってきてるんじゃないかと、思いますし、ま、と台はハウス系ですよね。うん。で、やっぱインバウンドが来ると、やっぱ、あの、ミマルがね、すごい好調なんですよね、やっぱり。あのー、大阪の方も、 宿泊とかは結構供給があるんですけど、未丸系のところはね、まだまだ需要が追いついてないと、需要に追いついてないというところがあるんで、はい。まだどんどん狙っていけるかなと思います。で、どんどん行きたいと思うんですけど。で、価値足すですね。うん。まあ、ここね、15再生事業ですけれども、結構やっぱなんだかんかってんですよね、カチ足す ちょこの辺りでね、上向くかと思ったら全然下がっちゃったんで、私は損切っちゃって今持ってないんですけど、ちょっともう一回入っていきたいなっていうところありますよね。うん、突き足もいいっすよね。でも地方創生っていうところでやっぱ価値足すうん、非常に面白いかなと思います。PBR ちょっと高いんですけど、でも、あの、やっぱり古い物件を変えたとリノベしてから売るで、やっぱり内装も結構綺麗に仕上がってるんですよね。うん。 まあそういうところの需要はね、今後あるかなと思いますし、投資物件としても、うん、あの、地方の方では面白くなってくるかなと思いますし、多分そういったのを手掛けれるのが、大手さんだと手掛けきれないので、やっぱり価値足すっていうところがね、一つ狙い目になるんじゃないかなと思っております。ここもありますね。最上将来の連続増配。多分これ歩くんじゃないかなと思いますね。 で最後、8999グランディハウスです。ここ、栃木県の北関東のとこなんですけれども、ここね、まあ、あの、時価総額100億ぐらいなので、100、200億ぐらいか。まあ、ほぼね、私、触ったことなかったですし、見てもなかったとこなんですけれども、まあ、チャートとしても、こんな感じな、まあ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 、まあ、それ相応に上がってきてるかなというとこなんですけど、一つね、 面白いっていうか、ここなんですよ。業績がぐっと上がってきてるんですよ。まあ、上がってきてるとはいえ、この辺りには勝っててはないんですけど。なので、ね、栃木の方、東京進出で戸建てで、でまあ、この辺りで多分ね、3年間で5点以上新設計画というところで、あのー、まあ、見込んでるのかなっていう、やっぱある程度見込みがないと、2.8倍ですからね、約3倍ぐらいの利益、トップラインは一緒でね。 なので、な、まあ何か高収益なものが、うん、あって株主還元ですね、してくるんあれば、一つ盛り上がってくるかなと思います。まあ番号も覚えやすいですよね。8999というところにね、8000番台ね、ちょっと、不動産系が多くなってきたんですけど、不動産系ね、今利回りも結構あるし、下がったら、うん、押したら買いの水準で、まあもちろん、あのー、三菱地所とかね、三井不動産とか、 8804の東京建物。東京建物とかはね、とか今回ちょっと載せてなかったんで、そのあたりはもう紹介せずにわかるんですけど。まあ東京建物とか結構私も非常に好きなので、うん。下がったらどんどん買っていきたいなと思いますし、まあ三井不動産はね、もうずっと持ってガチホでいいかなと思ってます。まあもちろんマイナスにもなってますけどね。はい。というところでね、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。以上です。